はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今週もやってまいりました日曜日のペナント実況ウォーウォー。今週はですね、1年目9月の23日、これが1年目の最後の公式戦の試合になります。中日戦やっていきやすいよ。今期の横浜の順位はリーグドベ6位決定ですね。1位の広島とは 8.5 ゲーム差。1年目からドベなのか、悲しいね。実に悲しいよ。涙がポロリと、いやポロリじゃないね、滝のように流れてるね。悔しいですが、まだまだあと29年プレイできますからね。まだまだ強くなっていきましょうよ。しゃあない、1年目はこんな感じでいいんですよ。むしろドベからのスタートいいね。そこから強豪球団へと這い上がっていくんですよ。さて、じゃあ最後のこの中日戦、必ず勝って、必ず勝って、悔いのないように。悔いはありまくりですけどね、まあ、悔いを残さないようにやっていきましょう。うん、今日のベストオーダーこんな感じだ。いやー、横浜怪我人続出ばっかだったね。もうグリエルとか基本いなかったもんね。基本怪我しまくりっていうね。ちょっと最後ちょっと調子いいの腹立つな、お前。シーズン中もっと頑張れや。お前大事な時いつも抜けやがって。ちょっとロペスに対して苛立ちを覚えるね。よし、今日の先発は山崎か。オッケーオッケー、君に決めた。君で中日打線を完璧に抑えていくんだ。Here we go! Yes! やってまいりました。最終戦だ。負けられない戦いがここにあるんです。いや、負けても別にいいけどね。負けたところで何の順位の変動もないからね。勝ったところで何もないし。喜び感じられないね。よし、山崎行こうか。さて、先頭バッター荒木だ。まずはこのね、中日1回完璧に抑えることだよ。今回は1試合丸々ピーマンが操作していきたいと思いやすのでね。はい、カーブ。いいね。おー、ベストピッチ決まるね。まずは1回完璧に抑えましょうよ。ボール、オーマイガー。外れてる。スライダー。甘い。おー、マジで?そこまで飛んでいく?嘘でしょ?すぐ追いかけろ。はいはい、投げろ投げろ投げろ。ダーメン、荒木にいきなりツーベース。ちょっとスライダーの入り方が甘かったかな。あ、大島が2番打ってんのか。ここまで3割0分1のホームラン1本か。超打力はないね。バントできたか。バントシフトですよ。そう簡単には決めなさん。イエス。バント来ないかな、どうだろう。収束警戒にしとこうか。ほい、どうだどうだ、ファールファールファール。他なんとかして三振取りたいが、ちょっとね、ミート力のあるバッターなので三振取ることは難しいかな。よし、決まった。あー、粘ってくるな。ネバネバ星人じゃないか。ど真ん中、危ない。失投失投。結果的には三振取れたけどね。ドバコーン打たれても文句は言えない。うわ、ルナやべえ成績。おお、つつごつつごつつご、かまかまかま、早く早く投げろ投げろ投げろ、ホーム行くホーム行くホーム行く、投げろ。あー、あかん。いきなり行ってやらかした。ダメ、先制点。こんなにも早く、腹立つ。あるな、石原さとみみたいな顔しやがって。許さんぞ、ハゲじゃねえか、ハゲ。ここでどうハゲを抑えるかだね。おーおーおーおお、梶谷梶谷。後ろ下がりすぎじゃない。これもライト前に落ちて、全部ちょっとね、ポテンヒットになってるね。あかんあかんあかん。よし、追い込んでから。シュートが弱点なのか。ツーシームファースト。うわ、振ってこないじゃねえか、マジで。イエース、ここは取ってツーアウト。いいね。先制点を与えてしまったが、後続のバッター確実に抑えていこう。おお、危ない危ない。失投だ失投。ふぅ、ヒヤッとしたね。うわ、振ってこねえ。どんな制球眼だ。イエス。で、ツーシームファースト。どうだ?これもファール。粘ってくるな。ネバネバ星人が。わーい、見てくる。ストレートじゃ。グリエル?えい、今は亡きグリエルがいますからね。よし、ただ一回先制点をプレゼントしてしまった。ならば打撃で取り返せばいいだけの簡単な話だ。梶谷行こう。打率は2割6分1厘。ホームラン17本だね。来季はもう1番より3番で使っていった方がいいかもしれないね。もっと打率3割いけると思うんだけどな。前半調子良かったんだけどね、後半はあまり打てずだ。わー、これいいとこ飛んだが、そこには高橋周平がいるやないか。オーマイガー、オーマイガー。いいとこいたな。ここはアウト。朝倉を打ち崩すんです。さて、桑原。桑原ね、2番でセンターでね、今季は起用して。
固定して使ってきましたが、まあ、2番バッターとしてはなかなかいいんじゃないでしょうかね。もっとホームラン打ってくれたらいいかな。5本以上は欲しいな。4本では満足できないよ。打率2割5分1厘に対してホームラン4本ですからね。わーダメ、ここはベストピッチ打ち損じてピッチャーフライ。いやいやいや、1点欲しいよ、入れていこうよ。さてグリエルか次。はい、グリエルですよ。いやグリエル2桁いけるでしょ。なんだこの成績は。グリエルはね、今季は一度も怪我することなくずっとベストオーダーにいたんですが、3番でこの成績納得はできないね。やっぱ3番というのは強打者が座るポジションですから、成績だけ見たら強打者ではないよね。もっと打たないと、もっと打てるでしょっていうね。能力はいいんだけどな、意外にも言うほど打てないんだよな。なぜだろう、わからない。グリエル来て打って来て打って、いえ、おお、ここは選んだ、ファーボール。お次は皆さんお待ちかねです、筒香ですよ。本塁打ランキングが24。わお、セリーグ1位は山田なのか。山田やべえな。なんだあれ、化け物じゃねえか。筒香はここまで24本か。24はちょっとね、気持ち悪いな。25いこうよ、キリのいい数字いきたいね。ならばここで都合で打っていこう。ツーアウトランナー一塁、ここで打てば勝ち越しですか、逆転か。ほい、ああ、どうだ、落ちるか、落ちる落ちる、来た来た来た、落ちた落ちた、ハゲ取れない、イエイ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 、ハゲ取れない、イエイ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 、オーケー。都合ここでうまくレフト前にポテンヒット。そしておお、ロペスも24なのか。お前ら仲いいな、何その仲の良さ。ただ打率が低すぎるね。2割2分8でホームラン24か。まんま去年のロペスだよね、巨人にいた。打率低くて本塁打20本っていうね。もっと打てるだろうロペス、打率が低すぎるんだよな。出塁率3割切ってんじゃねえかこれ。去年のロペスも3割切ってたよね。やっぱ出塁率が3割切るって致命的だからね。よし、ここも選んでファーボール。次誰だ、山崎か。得点圏打率は2割4分5、ホームランは0か。得点圏だよね。うわー、しょべーな。ショートでいい選手取らねえとな。この選手はショートで今固定して使ってるんですかね。横浜なかなかショートで使える選手いないよね。守備適性持ってる選手は何人もいるんですが、まあ、能力自体は低いですからね。お、どうだ、押し出しあるか。いいぞいいぞ、選んでいこう選んでいこう。スリーワンスリーワン、満塁だからね。うわ、ここで入れてくるか。どうだどうだ、フルカウント。よし、粘る粘る、山崎粘る、いいぞ、ここが粘るんだ。あ、ボールじゃないか、ボールボール、あー、クソボールに手出した、あかんかんかん。うわ、ファール、おー、粘りまくり。どうだどうだどうだ、イエーイ、三塁線抜けた、いけるいける、ゴー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 。どうだ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 、ハゲのレーザービーム、ハゲのレーザービームはセーフ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 、イエス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 、勝ち越しました、ハゲレーザービーム、イエース。山崎ナイス、よく打った、素晴らしいね。ちょっとポテポテと抜けていった打球ですが、ハゲのレーザービームビヨーンで際どいが、ここでセーフ、あ、見えないちょっと重要なとこが見えないっていうね。よしよしよし、黒羽行こう、勝ち越すことを成功したよ。次ピッチャーだからな、やっぱここで黒羽には長打を期待したいね。長打狙いでやっていこうか。ピッチャーではなかなか打つの難しいからね。長打で1点、まあ、ロペスの足を考えればシングルヒットでは返ってこれないからね。どうだこの打球、抜けた、ぐわ、シングルか。ピッチャーで打つの難しいぞ、ただ満塁だからね。よし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 、朝倉を捉えてるよ。あ、ピッチャーじゃない、8番か、8番内村がいた。ただ内村も実質ピッチャーみたいなもんだしな。能力見てよこれ、足だけ速いっていうね打撃能力はクソだからな。どうする、ここで打たないとね。ファーボールでもいいからね。2番、うわ、3番、あかん、3番じゃない、2通か、追い込まれた。イエー、フルカウント、おお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 、どこに来る、どこに来る、朝倉くん、朝倉、よし、ファールファールファール、ネバ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 、あ、ボールだなこれ。いや、際どいコース、イエース、ここ押し出し、イエス、3点目、ナイス内村、よく選んだぞ。
1回から点入りまくりですわ、ウハウハですわ、最高ですわ、イエー。さてここでピッチャー、おフォアボールもいいぞ、朝倉見てよ、もう死にかけてるやる、助けてやれや、変えてやれや、谷繁健監督、ねえ、お願いしますよ、敵ながらかわいそうだよっしゃ、いや1回からね、もう捉えてますからね、追い込みました、よし、いいぞ、フォアボールもいい、ピッチャーの山崎、どうだ、選んでいくぞ。わー、いや、うわー、まあ、ストライク入ってるわな、今のは。高め入ってるよね。ようやく攻撃が終わりました。この回、勝ち越すことに成功した。安打数は同じなの、入る点数は違うというね。ほう、イェー、選んだよ。ほう、イェ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 イ。さて、あとはこの点差を守り抜くだけの簡単な話じゃないか。ねえ、簡単な話だよね。うん、高橋周平を抑えていきましょう。山崎、あとは頼んだぞ。理想はやっぱ7回を投げて1失点っていうね。そしてあとは中継ぎ任せて、抑えに任せてっていうのが理想な勝ち方だが、それをすることはできるか。うわ、ナックル、今のは決まってないのか。山崎はナックルも持ってんのね。イエース、これは低めストレート、全部低めでいったった。全部低め、カツラ。あ、カツラといえばあれですよね、ルーキーですよね、ニュースにも出てましたが、初打席で初ホームランというね、なかなかいいですよね、最近なんか野手でいいバッターがたくさん出てきてるよね、うん、楽しみだよ、このバッターもね。キャッチャーですよね、カツラは。いや、カツラ、ズラじゃない、カツラだ、おい、カロ。で、ピッチャー、朝倉、もうこれ、3球勝負でいいでしょ、淡々といこう。ゲチゴツさんです。はい、2回を淡々と抑えました。はい、ゴツさんです。朝倉君、申し訳ないね。バック、イエス。さて2回行こうか。まあ点は入れなくてもいいけどね、この2点差あれば十分ですが、まだまだ私は点を入れていく予定なのでよろしく。梶谷行こう。梶谷は長打力あるからね、やっぱ3番起用だね、合ってんのは。1番、でも1番でも盗塁してくれるからいいんだけどね。ただ梶谷を1番で使うっていうのももったいないから、やっぱ来季は3番で使っていこう。じゃあグリエルどこで使うかだよな。グリエルどこで使うかな。そもそもグリエルって何年契約なんだ。来季もいるのかな、その辺が怖いんだけど。いるのかどうか分かんないけどね。よし、ここが梶谷ヒットを打った。ナイス、フォー。さあ、一塁ランナーを返して、いやいや、もうここはバントでいいんじゃない、山崎くん。バントでしょう、こう。よし、決まった。うわー、ここは。簡単なボールじゃなかったですけど、盗塁もありだけどね。イエス、引いていこう。そうですね、もう1点欲しいよね、やっぱ。バントしました。いや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 、バント成功で、ワンアウトランナー2塁。で、ここでグリエルですか。先ほどこのグリエルがフォアボールを選んだことによって、この点が入り出しましたからね。ここで一発ドカンといこうかな。よーし、ストレートの球は、セカンド真正面。しかし、進塁打にはなったね。ツーアウト、ランナー3塁。ここで都合。得点圏にはかなり強いですからね。ピッチャー変えてきたね。2回で変えるのか、早いな。1回3分の2で終わったね。グッバイ、朝倉くん。よーし、ここで都合で打つんですよ、ホームランをね。今季25本目いこうよ。あー、ダメだ、打ち損じた。内野安打ある。あ、内野安打来たんじゃねえか、これ。どうだ、セーフ、セーフ、2号、走れよ。いけただろ、今の。サード、ルナのファインプレーと言っとくべきか。今のはセーフ、いけたと思うけどな。もっと全力で走れ、怪我してもいいから走れ。怪我されたらたまったもんじゃないけどね。さて、打者一巡、3回の表ですよ。ここも三者凡退、3人で抑えていこう。先ほど甘いスライダーだったよね、球威のないスライダーを打たれてツーベース。この荒木に打たれたことで先制点をプレゼントしてしまったからね。先制点をプレゼントするからね、俺は。いつもプレゼントしてる。もうやらないよ。もう点やらないからね。先制点はあげたが、もう追加点を許すことはないでしょう。俺からの誕生日プレゼント。大島だ。長打力はないが、ミート力を奏でて走力もあるのでね、塁に入れると間違いなくうざったいバッターでしょうね。ええ。よし、来い。おい、カブ。あー、決まらねえか。高め1球ドカンと投げてもいいかもしれないね。イエスイエスイエス、振り遅れてる振り遅れてる。ツーシームファースト、君に決めた。ほい、うわー、審判そこは取ってくれてもいいんじゃないかな。こっちの時だけおかしいよ。ダメだ、ネバネバ星人じゃないか。ただ粘るだけじゃないか、お前。うわー、一番最悪のバッターを塁に出してしまった。
あかん、ここでルナか。どうだ、盗塁は、黒バネは肩が強い。はい、アウトー。いやいや、うちのバネちゃん舐めて困るよ、舐めてもらっちゃ。あ、いかん、これは三塁線、危ねえ、アウトできててよかったな。大島ランナーにいたらかなりピンチになってたね。2打席連続ルナに打たれて、ツーアウトランナー1塁。ここで和田さん、ハゲさん。危ない、カーブが決まってないね。中投げない方が良さそうだ。中狙いに徹してきてるな、 CP は。外全然振ってこない。イエス。うわー、ど真ん中、危ねー、ヒヤッとした。危ない危ない危ない何してんの何してんの完全ど真ん中行ってたね。さて、ロペス行こう。今季25本目、打つぞ。打点も79打点か。ロペスも5番起用で使ってきましたがね。まあ打率の方は低いですが、いい感じじゃないかな。よし、来た。これはイエース、荒木危ない。ただ今ど真ん中に来てたからな、一発ドカンといけたんじゃねえかねえ、かなりど真ん中に来てたよね。さて、山崎ね。イエー、まず初球ボール、調子が悪い山崎か。ボール、ストライク、あ、入ってんの、ワンツー。粘る。今石川が怪我してるからね、キャプテンの石川がね。あ、うん、ファル。よく怪我する。あー、いかん。ズラが取ってワンアウト。ベストピッチで来てるな。ちょっとここに来て調子上がってきたな。打ちにくいよ。そうだよ、先ほど打ったんですよ、私黒羽打ちましたよ。盗塁も刺しましたよ。褒めてくれ、今日は褒めるとこしかねえぞ。うわー、ゲッツーだ。うわー、ダメ。あーおん、ダメ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 。ここでは追加点とはいかず、4回のマウンド行きましょう。完璧に抑えるんだ。2点のリードがあるからね。ちょっと毎回ランナー許してるのはあれだが。よし、外。平田、今日は絶不調だね。能力もよろしくない。今日に限った平田はあまり怖さはないよ。簡単に抑えれる。そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから。おー、どうだ、内村、内村取って投げて。イエース、内村の守備範囲どうなってんだ、やばすぎるな。さすがだよ、よく取ってくれたね。サドサド、グリエル、これでチューアウト、チュー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 アウト。えい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 、高橋周平。ツーアウトランナーありません。ゲッチ、インサイド決まっています。カブ、ナックルも投げとこうかな。ナックルピッチャーですよ。はい、動かねえめちゃくちゃ動かないナックル、変化まるでなし。おお、勝ちたい。どこ投げてんの、危ない危ない危ない。おおおおお、カツラ、ズラだズラ。おお、ストライクになります。あっという間にツーストライク、決まった、チェンジアップ。わーい、納得はできない。イエース、これは決まった。いやー、俺の場合もチェンジアップだけどね、あの時点で勝負ついたわと思ったけどね。俺は確実に三振かなと思ったんだけど。さて、内村、足は速いからね、セーフティーバント、仕掛けようかな。セーフティーバント、当たらない、当たらない、もう打っていこう。内野安打もあるからね、足は速いから。ノー、ダメ。この点差ではまだまだ安全圏。盗塁もいいぞ、塁に出て盗塁という手もあるからね。わーお、145、外振らされてアウト。うん、ここ山崎ですか。球を見ていこう。この高橋ちょっとやらしいピッチャーだね、打ちにくいわ。ここは追い込まれたら打ちに行きましょう。追い込まれるまではもうやる気ゼロで、バット構えなくてもいいね。ええ、もう逆さに持っててもいいと思うよカブレラみたいにね。もうボタン左打席に入っていいかもしれない。えい、はい、追い込まれて、ここから打っていこう。ツーツー、ツーボールツーストライクです。ファル、いいよ、粘るんです、粘る、粘るんです、粘るんです。えい、ほー、イエスやらしいバッターだな。おお、ようやく打ったが、アウトなんだこの打球何なんだ。さて、梶谷に来たよ。先ほどヒット打ってますからね。ここではもうツーアウトですから、長打でいこうかな。長打狙いで、甘い球、甘い球威の球ちらほら来てるからね。コース自体は結構いいとこ来ましてるが、球威がない。イエースボール、おお、危ない、ちょっと振りに行こうとした自分がいたね今。イエース、取れた打球は平田の前に落ちた。平田取れない、取れないのかい。
ちょっとライナーかなと思ったんだけどね、これヒットだ。えい、梶谷本日マルチヒット。桑原、いいね。ここでも長打でしょ、やっぱ。あー、ダメだ。あー、ここはボッテボテ打ち損じですよ。動い、梶谷動け。なんでいるんだよ。そうだ、走塁もピーマンが操作しないとダメですからね。びっくりしたわ。なんで梶谷走ってねえんだっていうな。さて、5回の表のマウンドです。このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。この回を抑えると勝利投手の権利を得るからね。山崎はここまで4勝4敗だったかな。この選手もね、結構シーズン序盤で怪我してて苛立ちを覚えてね、二軍で眠っててもらったんですが、9月ぐらいからまた使い始めましたね。んー、ダメ。ここ荒木に打たれてヒット。で、大島か。盗塁もあるよな、当然。ここでも大島をまた塁に出すのは非常にダメ。グッ。どうだ？はい、アウト。アウト。イエース！バネちゃんの肩舐めてもらっちゃ困るんですよ、黒バネ。肩はいいからね。リードはあれだけど。リードはあれなんですけど、肩はいいんですよ。肩だけは自慢ですよ。さて、ナックルだ。おい、決まった！甘いか！よし！山崎取って投げろ！どうだ？アウトか！あー！ファインプレーなのに内野安打か。くっそー。よし、来た。はい、またアウト。おお、どこ投げてんの、どこ投げてんの、バネちゃん。どんなコントロールよ。今確実アウト取れたけどね。今走塁見せてたからね。スタートはだいぶ遅れてたよ。何してんのよ。危ない危ない。ルナだからな、ここで。おー、よかった。あー、ど真ん中。結果的に三振取れたけどね。本来ならドバコンを打たれてるよ。いや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 、バーネちゃん今のアウト取れるでしょう。どこ投げてんの、どこ投げてんの。しゃあ、グリエル打っていこう。あと1本打てば今季2桁だからね。今9本ホームラン。今のよく見ましたね。グリエル5億ですよね、契約金。金5億も払っとんねん。で、ホームラン9本でどういうこと。もっと打たねえと。ファール。入ってるね。フォークできたか。うわー、ストップできなかった。ボールって頭判断したのに、手が止まらない。手が俺の言うことを聞いてくれない。さて、都合。おー、どうだ、これも打ち損じたか。また落ちるか。はい、レフトポテンヒット。いいね。ポテンポテンポテンヒット。で、ここでロペスですよ。皆さんお待ちかねのね。ロロロロペス。センターへヒットを放っています。うわ、ファール、あかん。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここで一発ドカンと決めましょうよ。うわー、2球連続、球威はないぞ。あのスライダーは打ちたかったな。球威がなかった。同じようなコース2球連続できたからね。うわー、ダメだダメだダメ。あ、どうだどうだ、行ったか、行ったのか。うわー、どうだ。イエーズ、ロペス今季25号。イエイ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 。これで5点目。あ、今の行くのか。え、行くの。なんか芯で捉えた感じしないけどね。イエス、内角の球だったかな、外か。いやー、ロペス25号めっちゃ高く上がった打球だね。イエスイエスイエス、ありがとうございます。今季25号打たさせていただきました。男ロペスが打つ。いや、もう今日は勝ち確実でしょう。5回の裏で 5点。あとはこの4点を守り抜くだけの簡単なお話ですから、絶対に打たれることは許されない。ここは凡退、2アウト。アウト、2アウト。いや、今の行くんだね、びっくりしたね。ちょっと普通の外野フライかなと思ったんだけどね。もうここは長打狙いでいいね。ほい、うわー、ど真ん中ー。ボーナスだよ、ボーナス、ボーナス、サービス、サービスですよね。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。くっそ、今のは絶対に打たないとダメだろうに。なぜあれを打てないんだ。わからない、わからないから辛いんだ。ふう、行きましょう。6回のマウンド、山崎、山崎。横浜スタジアムからお送りしています。とりあえず球数を考えたら7回限界だね。7回、今日は完投はいかない。7回までと言っておきましょう。いや、ちょっと甘い球になってるな。バイ、和田さん、イエース、高め。
あのコース、あの辺が苦手なのか。いいね。いや、もう今日に限ったら平田はまたコースはないからね。絶不調で能力がものすごく下がってきてるんで。よし。3球勝負でもいいかもしれない。ファースト打ってファール。ならば、これだ。はい、ロペス取って。ロペちゃんが取りますよ。ロペロペ。なんだこの効果音は。ロペロペっていう効果音。な、気持ち悪いわ。イエス。おー、内角引っ張ってライト前ヒットか。やっぱ高めは危険だね。ライトゴロとはならなかったね。さすがに刺すことはできないか。でも今の右バッターならアウトできてたかもしれないね。ライトゴロになってたかもしれないよ。さっきインコース打たれましたからね。さあ、ここは同じ。あー、ど真ん中、あっぶね。どうだ。はい、取ってランナーを許しましたが、6回のマウンドも完璧だ。ふぅー、イエス。なんだこの画面、暗い。フリーズしてないよね。時々フリーズするからね、怖いんだ。さて、内村、田島。昨日のゲームでは2イニングを投げています。よどいコースに送ってストライク。おーいえ、ファール。粘るよ。簡単に三振するか。ええー、ここから粘るんですよ。これがうちの横浜の怖さだ。が三振。三振するんかい。1個くらいボール選べ。選ぶ気ゼロか。さて、山崎ですね。ここも球見て、追い込まれたら打ちに行きましょう。はい、まずワンストライク、スプリット。ボール、おいおい、ピッチャーですよ。入れてこれないのかな、ノーコーン。はい、ツーストライク、追い込まれた。追い込まれました。ワンボール、ツーストライクです。あーが、ここは高め、打たされてキャッチャーフライ、ツーアウト。さて、お次は梶谷ですね。もうここは長打狙いでいいでしょう。本日マルチヒット、よく打ってるね。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。スライダー、あ、ボールか。振らされたな。あ、これもボールだ。あかんか、2球連続同じようなとこ振ってるわ。重要ですね。なるほど。うわー、154。スリーアウト。阪神はものすごくいいピッチャーだ。しかし勝ってるのはうちだからね。え、勝ってるのはうちですから。さて、山崎行こう。この回が最後だね。8番から始まるこの打線、まあ、怖さはないよ。下位打線だからね。桂を抑えて、お次のピッチャーを抑えて、代打来るかもしれないけどね。ガッツあたり出てくるかもしれないね。お、内村取って、はい、ゴッツさんです。えいえ、ナイスですよ。よく抑えてる。あ、代打来たかな、これ。うわー、来たー、サムライガーッツ。しかし抑えるんです。塁に出して余計な神経を使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ、注目しましょう。イエース、サンキュー、三振、ゴッツァンです。グッバイガーッツ、また会おうガーッツ。また2年目ご会いしましょうよ。ただ引退するかもしれないね、小笠原あたりは。結構プロスピすぐ引退するからね。山本昌も多分引退でしょう。このね、プロスピのゲームのセーブデータじゃね。来季2年目で大幅にこのベテランの選手がいなくなるね。うわ、危ない。ど真ん中。ちょっとここランナーを抑えたいからね。ちょっと次大島だから。イエーイ、抑えた。はい、山崎お疲れさん。7回投げて1失点。完璧なピッチング。ありがとうございます。お前がいたから勝てたんだ。まだ勝ってないけどね。何があるかわからないのがちょっと怖いんだけどね。エラー連発とか急にありそうだからな。福谷。いや、もちろんですね。うわー、156？ クソ速いピッチャーだな。どうだ、ピッチャー返し。えい、これはセンター前に抜けて。おー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 、イエ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 イ。はい、ヒットですよ、ヒット。で、ここでグリエル。ノーアウトランナー1塁。ランナーを1塁に置いています。めちゃくちゃいい球投げてきてんな。ストレート打つのむずいぞこれ。ストレートよりが変化球狙いだね。あー、ツーシム、球威はないがですよね、ですよね。君のストレート打つことは僕にはできない。さて、ワンアウトランナー1塁。ここで筒香ですね。スライダー打ち損じてファール。
いや、釣り玉でしたね。筒子を舐めるな、得点圏に私は強いんだ。ここでホームランを打つ。ローペスが25号を打ったのならば筒子も打つんです。25号をね、今季25号ですよ。イエス、見逃した。筒6球目は何で来るか。おお、チェンジアップか。ダメ、反応できない。あのチェンジアップを見た後、あのストレートを打つことは僕にはできない。なーん、ロペス先ほどの打席ツーランホームランですよね。よく打てたよ。今季25号目だったが、ここではどうだ。今季26号打てるか。球が速すぎる。ダメー、くー、3者連続三振。よくヒット打てたな、このバッターから。このバッターが先発だったらやばかったね。こんな速い球投げる先発は無理だ、打てません。よっしゃ、行こうか。守備固め来たね。で、ここへ、ピッチャー変えていきましょう。大島から始まるこの打線ですか。2番大島でしょ。塁に出すと非常に迷惑だ。中継ぎ誰行こう。よし、ヒル。僕が取った自前外国人ですが、使ってみるのもありかなと。行こうか。一回投げていこう。よしよしよし。ヒルちゃん、行ってみましょう。まあ、ただ最後までしっかり守りたいですね。イエー、はい、来ましたよ。ここまで防御率ひでえ 5.40 って。抑えろや、抑える気ゼロか。頼むよ。初球ってファール。大島をまず抑えることだよ、ヒル。俺が取ったんだ。外れじゃないだろ、当たりだろ。成績は外れだけどね、ここまでひどい成績だよ。ボール見てくるな。カーブカーブカーブ。イエス、うわーい。いや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 、振るでしょう。振らないにしてもストライク判定じゃないの、今のは。内野安打ダメよ、内野安打ダメ。山崎投げて。よーし、ナイス。まずは先頭バッター、やらしいバッター大島を抑えたよ。ちょっと大島出てルナ迎えるのは嫌だからね。うわ、三塁線やらかした。どこ行ってるんだ。守備ミスだね、今の。ただのサードゴロだよ。俺がちょっと変な方向行っちゃったから取れなかったんだ。和田さん、はい、取って、グレール取って、再セカンド内村投げて、イエース。ハゲゲッツー、ハゲッツー、ハゲッツー、いいね、ハゲッツー、いいね。よっしゃ、和田さんハゲッツーで抑えて、8回のマウンドも無事ゼロですよ。ヒルナイスだったね。ちょっとロペスに一応、まあヒットというか、ちょっと守備ミスでのヒットですか。さて、8回の裏、多分これが最後の打席になるよね。あーが、ここは森野取ってアウト。点差がありますんで、よっしゃ、もう今日は勝ち確実ですよ、シーズン最後の試合ね。うわー、ブルルル、ダメだだだだ、ダメ。あんなベストピッチ打てないようじゃダメ。さて、内村君、ツーアウトからのセーフティーバントありじゃない、革新的だね。まあ、このような状況であればね、もう少し当たらない。当たらない。粘る。内野安打もあるからね。もうショートもボテボテの当たり打っときゃ内野安打ですよ。しかし打てない、バットに当たらない。よっしゃ、最後の回行こうか。じゃあ守護神三上を出していこうかな。ヒルちゃんお疲れ、タマンタターバ、タマンタターバ。これあ、点差空いてるから多分出てもセーブはつかないよね。まあ、セーブはつきませんが、守護神三上行ってみましょう。完璧に抑えるんです。なるほど。ほう、えい、三上、三上、ここまで。守護神としてはなかなかいいね。防御率ちょっと 2.5 以下だともっといいかな。2点台でもいいんだけどね。やっぱ 2.7 はちょっとあかんね。後半はあかん。イエス、ワオ、全くタイミング合ってない。イエスイエスイエス、内村取って、はい、ワンアウト。あっと振ったツー、あっと振ったツー、イエーイイエーイ、あっと振ったツー、イエーイイエーイ。甘い、これはいったか、いったか。いやー、ふわふわふわ、直撃どこに行く、田村どこに行く。あかん、今のはダメだ、あんな打たれるわ。縦スライダー、甘い球打たれてフェンス直撃。あかん、三上抑えろよ。ここからの逆転とか同点とか勘弁してくれよ。こんだけ点差空いとんねん。このピンチを切り抜ければ勝利が。イエス、ナイス、これだよ、これ。これがさっきちょっと甘く入ったんだよね。ただあれが決まれば、決まればもう打たれませんから、ね、怖いですよ。
どうだ、山崎行こう。はい、終わり。シーズン最後の公式戦、中日戦を無事勝利することができました。5対1ですね。まあちょっと1回に打たれましたが、この1点のみですから。おー、イエーイ、申し訳ない。テンションがおかしくなっちゃった。いやいや、よかったよ。無事勝利できてね。まあ今季はドベという悲しい結末ではございますが、最後の最後勝てたんで、まあよしとしましょうよ。いいんですよ。30年あるうちのまず1年目がドベですからね。まあそんなの気にしなくていいんですよ。むしろドベからのスタートの方が燃えるね。えい。イエス。ロペスが25号ですね。ミラ、あー、番長ミラがちょっと能力を衰え出してきてるね。いやー、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。わーお、山崎。まあいいや、もうシーズンオフに入るからね。試合の方はありませんから。ええ。はい、よかったよかった。山崎怪我した。良かったのかどうかわかんないけど、あ、ソフトバンクがリーグを制覇したらしいですね。はあ、おー、チームはここまで4連勝、最後に頑張ったんですが、時すでに遅しだ。もっと早い段階で頑張ってくれ。ならばリーグ優勝もあったかもしれないね。はい、横浜の試合は全て終わりましたが、セリーグの試合はまだ続くようですね。広島マジック1点としてます。まあ、この調子でいけば間違いなく広島が優勝すると思いますが、どうでしょうかね。ちょっと飛ばしていこうか、じゃあ。うん。いや。まあいい選手が育ってきてるからね。横浜選手自体はかなりいい選手いるんで、それでなぜ負けるのか、ドベなのかよくわかんないけどね。うん。よし、またまた飛ばしていきましょう。おー、能力上がりまくってる。いいね。あー、田村が対右ミート落ちた。お、シュートの球威が上がった。いいね。二軍選手にもいい選手というのはたくさんいますからね。これは来季は二軍の選手とかもいろいろと使っていかないとね。さて、どうだ？シーズンの試合はまだ終わらねえのかな。まあ、今季はドベですからね、CS にも出ることはないですから。うん。あー、はい、広島がリーグを制覇しましたね。1年目、広島がリーグ1位です。リーグ優勝です。まあ、しゃあない。広島強いもんね。じゃあ、今回はこれにて終わりにしたいと思います。次回、来週の水曜日の実況ではね、1年目のシーズンオフを実況していきたいと思います。強い選手を FA ドラフトだったりで取っていきましょう。いらない選手は自由契約で切っていくんです。そしてね、選手の成績の振り返りも次回したいと思いますので、また来週の水曜日の実況見てくださいな。この横浜をね、強くしていきたいと思いますので。じゃあ次回またご会いしましょう。バイバーイ。